じゃあ次行きます。人かなネーム、ゆいびーとさんから頂きました。ありがとうございます。かなちゃんもふもふ、もふもふ、初投稿です。ありがとう。えー、前回の人かなを聞いて、かなちゃんが最近ピラティスを始めましたと言ったのを聞いて、思わず声を上げてしまいました。実は僕も、ピラティスをしていました。へぇー 今は引退したんですが、僕は半年ほど前までサッカー部に所属していて、筋トレなどを目的に部活の仲間と一緒に一年ほどやっていました。あ、そうなんだ。ピラティスって僕の周りではあまり知られていなくて、ピラティスって何それとかよく周りから言われました。 だから、かなちゃんがやっていると聞いて、なんだかとても嬉しい気持ちになりました。僕は初めて最初の頃は、先生が何を言っているのかよくわからなかったんですが、続けているうちに、姿勢や走り方など、変わったなと自分で気づくぐらい効果が出ました。なので、かなちゃんにもきっと素晴らしい成果をもたらしてくれると思います。胸もきっと大きくなると思います。<laughs> ありがとう。<laughs> 今でも十分美しいかなちゃんですが、もっと美しくなったかなちゃんを見たいです。ぜひ頑張ってください。応援しています。ありがとう。嬉しいお便り。胸が大きくなるかもしれない希望のお便りが届きました。<laughs> そっか、男の子であんまりピラティスやっているというイメージは私なかったんだけど、筋トレにも確かに使えると思いますね。すインナーマッスルなんですよね。すごい私、昨日も行ってきたかなうん。行ってきたんですけど、 やっぱね、筋肉痛ですね。普段使わない筋肉をこう呼び起こしてる感じする。なんかどうやらね、私、前側の筋肉は、体の前側の筋肉は結構発達してるらしいんですけど、後ろ側の方もね、よぼよぼらしくて。そう。だからこう、後ろの筋肉をずっと鍛えてるんですけど。うん、なかなかね、難しい。で、しかも、あの、なんだろうな。そこの筋肉を、 使いたいって思ってもこう頭で考えてどうにかなるもんでもなくてそうなんかこうイメージしながらあのいろいろ動いてみてそうあのあっここだっていうところがねこう見つかるんだけどそうそれまでがね大変でいやなんかあの使ってない筋肉たくさんあるんだなって思いましたちょっと続けて胸が大きくなったら お知らせしますね。<laughs> えお知らせするよそりゃあ人かなリスナーだもん。<laughs> 気になるでしょ<笑>うで<笑>何笑ってんの <laughs> 大事な問題なんだよ。はい。聞いたことないそう。大きくなりました。